So, wo stehe ich denn? Mann, sind die viele Gegner. Und alles Tutorial-Felder. Also muss ich die zwei holen. Dann brauche ich die zwei als letztes. Hier ist erstmal hier hin. Wieder zwei Gegner. Bäm. Oh, halt, ich glaube, ich hätte auf Kalima wechseln sollen. Na ja, egal. さすがクローン。まるで鏡を見てるみたいだな。これだけ似てたら他人には絶対見分けがつかないぞ。18号さんは俺とクローンをちゃんと見分けてくれるかな。見分けてもらえなかったらショックだな。多分大丈夫だと思うけど。なんてこと心配してる場合じゃないか。 もしここであいつを見失ったら大変なことになる。俺の姿で悪さなんかされたら警察官としての立場がないもんな。というわけでお前が悪さをする前に倒す。Ups, bisschen zu früh weggeklickt. Son Goku und Krillin versus Trunks Klon und Krillin Klon. Was? Nutze eine Zettel. Aha. Ah. Cool. Weißt du, war irgendwie auch nicht schneller. Wie war das nochmal? Einen Stein werfen. Mist, wie war denn das mit diesem scheiß Drachensprint? Keine Ahnung mehr. Ich
Das Teamplay. Marcel. Superkrieger Story Kapitel 4. Das Böse ist aufgedeckt. Plan der Red Ribbon Army.今まで戦ったクローンとは明らかに木の質が違う。もしかしてこの木ってセルじゃないか。確かに目のセルに比べっと小せえ木だけんど。いけんどよ。セルの木は感じんのに戦ってる相手の木は感じねえぞ。相手の木を感じない。ひょっとしてセルと戦ってるのは16号じゃないか。そっか、あいつは人造人間だから気がねえんだ。何か手がかりがつかめるかもしれない。急いで行ってみよう。Wieso ist Sel überhaupt da? Bild das ganze zeitlich. Das muss ja bei Dragon Ball Super sein, da ist Sel schon längst in der Hölle. やっぱりセルだ。それと倒れているのは18号さん。お願い、やめてください。この人だけでも助けて。なんだ、どういう状況なんだこの野郎。よくも俺の嫁さんを。消えた。Er redet nicht. Irgendwas komisch. Oh. Nice. 誰かと思えば、孫悟空とクリリンじゃないか。おめえ、本当に復活したんだな。正直、おめえたもう一度戦いてえと思ってたんだ。貴様と孫悟飯の息の根を止めるため地獄から戻ってきてやったぞ。クリリン、セルの相手はオラがすっから、おめえは18号のとこへ行ってやれ。すまない悟空。18号さん、完全に意識を失ってる。あなたはこの人の知り合いですか。すみません、彼女は私を守るために。ちくしょう、セル絶対に許さない。ふっ、白々しい芝居をする女め。まあいいだろう、全員まとめて倒せばいいだけの話だ。むしろ孫悟空と戦うチャンスが早く巡ってきたと喜ぶべきか。すみません、誰だか分かりませんが18号さんのことをお願いします。俺はセルを倒してくるんで。私を倒すだと？
18号以下の力しかないお前が。やめろクリリン、おめえの勝手な相手じゃねえ。おめえさん一人守れずに夫を名乗れるかよ。おお、随分と強気だな。当たり前だ、相手が誰だろうと18号さんを傷つける奴は許さない。Son Goku und Krillin vs. Cell. Ready? Let's go! Haku, kita na! Ora, waku waku shite kita zo! Mata mata! Ii shigyo natta na! Osh!次はこれだ。え？おめえなら楽勝だったな。今のおめえならこれくらい大丈夫だ。いい修行になったな。Ich habe es gar nicht gelesen, was ich machen muss. この手だ。ロジだ。スピードには自信があるんだ。Im Stein getreten.Bam! Bam! Bam! Bam!妙な波動で力をセーブされてさえいなければセル、とどめだ。お前たちはいずれ自分がしたことの重大さを身をもって知ることになるだろう。その時にせいぜい後悔するがいい。なんだと？どういう意味？逃げられたか。気を感じねえ。探すのは難しそうだな。十八号さん、大丈夫ですか。多分気を失っているだけだと思います。お医者様に見てもらわないと詳しいことはわからないですけど。そうですか。あの、十八号さんをかばってくれてありがとうございました。いえ、こちらこそ助かりました。お二人ともとても強いんですね。まさか波動の影響下であそこまで力が発揮できるとは。波動？なんか知ってんのか？あ、もしよかったら18号さんに何があったのか教えてもらえませんか。彼女には絶対にカメハウスから出るなって言っておいたのに。わかりました。実は私、レッドリボン軍に雇われていた研究員なんです。18号さんは波動で意識を失ったところを軍によってさらわれたのだと思います。何のためにさらわれたのかまでは分かりませんが。もしかしてクローンが出現したりセルたちが復活した原因は。はい、全て軍の仕業です。私は波動によって戦士の気を抑え他の人間を憑依させる研究をしていました。これはリンク技術というもので、
つい先日完成したばかりなんです。ですが軍の目的が全宇宙の掌握だと知り、私は怖くなって逃げ出しました。18号さんとは逃走中に知り合い、一緒に逃げることになったんです。でも途中でセルと遭遇して18号さんが犠牲に。よくわかんねえけど、つまりレッドリボン軍が悪さしようとしてんだな。そんでおめえは軍をやめようとしたら襲われたっちゅうことか。お願いです、レッドリボン軍を止めてください。もちろんです。二度と悪さをできないよう組織を壊滅させてやりますよ。ちなみにレッドリボン軍の基地がどこにあるかはわかりますよね。できれば道案内をお願いしたいのですけど。すみません、基地の正確な場所はわからないんです。何せ逃げるのに必死だったので。そうですか。あ、そうだ、ブルマさんって人のところに一緒に行きませんか。俺たち今からそのブルマさんのもとに18号さんを連れて行こうと思ってるんです。あそこならここより安全なはずだしな。いえ、家族のことが心配なので家に帰ろうと思います。私のことより一刻も早くレッドリボン軍の基地を見つけてください。はい、わかりました。Okay, die Red Ribbon Armee ist wieder in Action. Cell ist wieder da. Alles sehr, sehr komisch. So, Bin ich auf einer anderen Karte oder nicht? Fuck off! Hab ich jetzt eine Story weitergespielt und hab die anderen nicht gerettet. Fuck off! Kann ich irgendwie auf die Karte zurück? Kann keine Karte mehr zurücklaufen, oder was? Boah, da muss ich ja voll überlegen, was ich mache. Okay, Tutorial. Die zwei kann ich auf jeden Fall holen. Das da ist ein Tutorial. Darunter kann ich kämpfen und den kann ich retten. Ich sehe nichts. Jetzt kämpfe ich auch noch blind. Was? Bewege dich bei einer Erholung in der Luft vorwärts. So, ich muss mich hochziehen müssen. Ich muss mich auch noch verprügeln lassen. Verzögere die Erholung, wenn du nach einem Angriff wieder aufstehst. Kurz vor Aufschlag auf dem Boden. Okay. Das ist gebracht. Es ist Zeit für Krillin. Glatze gegen Glatze. Bam! In die Fresse! Ups, wir haben das Haus zerstört. Was? Das kommt ein Napa?
バーン。あわ。こんちは。バーン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 。Haha. Und es kann doch gehen hier. Den Rest der Karte. Was? Okay. Ein Klon von Kid Buu, dem Zerstörer der Erde, ist erschienen. Er hat das Feld eines Gegners übernommen und absorbiert diesen, um sich zu verstärken. Er ist ein mächtiger Gegner, aber wenn du ihn besiegst, erhältst du tonnenweise Erfahrung. Leg dich mit ihm an, wenn du glaubst, du hast das Zeug dazu. Das werden wir. Ab erst in der nächsten Folge. Dragon Ball Fighter Z. Ciao. Hehehehe